今月8日に始まった国の有識者会議では委員による現場視察を行った上で論点を整理していくことが確認されましたこうした中、川勝知事は今日、南アルプスを保全するという目的を見失わないようにしてほしいと述べた一方議論していく内容を委員に委ねた点について国に苦言を呈しました国交省鉄道局のリーダーシップの 大いなる欠如、そしてリーダーシップを取ろうとしない、えー、環境省に対する、えー、一抹の危惧というのもございます。川勝知事は先週、ルート選定の過程に疑義があるとして国交大臣に不透明さの解消を求める書面を送っています。一方で、川勝知事が加盟を申請した リニアの早期実現を目指し沿線の都府県で作る規制同盟会の知事は現在のルートを前提に建設を促進しており大きな隔たりが残っています。